ミーボンが、ミーボンがあざといキャラに、リルルさん、マレチカさん、テカちゃん、ありがとう。オキちゃんとエリでもいろいろ話しました。なんかもう覚えてないくらいを。なんかもう別れるのが悲しくて、なんか嬉しくて会えたのが、でもそれと同時にあのまあんまり時間なくてね、そう最後の帰り際本当に悲しくなっちゃったっていう、うん、別れ際もう別れたくなくて。ハートありがとう。ご飯美味しそうだった、本当に。もうずっと一緒にいたかったぐらいです。ヨシグタン、トーナさん、ありがとうございます。シェイタンティ、え、見ました、嬉しかったです。ジュジュさん、ありがとう。ツイッターね、エゴサしてたら。ヨシグタン、アイミク、ありがとう。タカシさん、ありがとう。アイミク、ありがとう。タカシさん、ありがとう。ハン、ダルマ、ハート。今日本当にね、なんかもう目が腫れちゃいそうで心配だった。本当に泣きすぎて、あとあのご飯でむくまないか心配だった。でもあまりにでもそこまで知りたいです。今う嬉しい、見ました、フーマンのツイッター、嬉しいだけです。トマト、おきちゃんも喜んだ、本当です。本当にね、もうありがとう、もう嬉しかった。本当になんかもうや奥さんの優しさというか、優しさにもいろいろと泣けました。別れたくないのもあるんですけど、リエチュウシュウシュして、回れた。リエチュウ、おはよう、おはよう。僕大楽しみ、私も楽しみ。ガチャピンさん、ありがとう。だるま、ひらりはたさん、香川旅行、お、いいじゃん。ハート、ありがとう。よしこうじちゅうさん、いつじさん、ありがとう。今日、え、スヌーピーさん、ありがとう。楽しみ、今日は初の東京、僕大楽しみ。よしよしじだけ。エムタチさん、ホオズキさん、センエッチさん、エムタチさん、ありがとう。だるま、ありがとう。だるま、ありがとう。だるま、朝ごはんを食べたいんだけど、私スプーンもらったかな、スプーンもらったかな。西小地中さん、しんくんたん、ありがとう。山田さん、ねえ、なんか信じられないよね、あとちょっとしたら誕生日、今日が9月、もう20、あとちょっとだよ、もうなんか信じられない。エムテツさん、ありがとう。タカパパさん、ありがとう。お疲れ様です。ダンプで、本当にみんなの、みんなからの愛ですね。ずっと好きでいてください。もコウヘイさん、ハート、ありがとう。テラツキさん、おのびてありがとう。
ナイバーさん、ありがとう。ずっと好きでいて、本当嬉しい。ちょっとスプーンを食べてくる。兄ちゃんありがとう。ガブリと。でも切ってあって、そう写真用にわざわざ店の人が、お店の人が写真用に撮りますかって持ってきてくださって、でその後またあの店長さん、店員さんがあのまたお肉を何切ってくれて、また持ってきてみたいな。すごい親切。写真のために。最善。嬉しい。カズくんありがとう。そう、見せる人がわざわざね、写真のために切らずに。ゆずきちさんありがとう。だるま、嬉しい。ウルトマト、アイスレモンさんありがとう。私の朝ごはんを紹介します。ヨーグルト、パイナップル、ガトーショコラ。これはなんか広島で売ってたんですよ、これ前なんか販売されたじゃないですか、この豆腐、あ豆腐ガトー、豆腐スイーツバーガトーショコラみたいな、これが広島であの販売されてたんだけど、なんかもう今なくなっちゃってて、食べたいと思って、そう東京に行ったらありました。これめちゃくちゃヘルシーな、ヘルシーなんですよ。大豆のガトーショコラ。アイスレモンさん、チョビモバーキーケさん、ヒラニハトさん、ホフマンさん、タカパパペン、ありがとう。マイさん、私これ好きです。カムカムさん、ハート。ガトーショコラ気になる。それね、めっちゃね、ダイエット中におすすめです。豆腐スイーツバーって言って、めちゃくちゃヘルシーなのに濃厚なんですよ。でも濃厚、しかもカロリーもあんまりなくて、本当にもう美味しいです。おすすめです。なんか豆腐感もあんまないよ。あ、でも少しはあるんだけど、でも本当にガトーショコラって。壁当たさんありがとう。そう、ガトーショコラ、吉川さんあたりになったもん。真鍋さんありがとう。そうなんよ、こんなある。そう、これが広島にあったんだけど、東京、もう広島なくなっちゃって、最近見なくなってたら東京にあった。チュチュニャホーン、スプーンちゃんとあった。ナナミさん、ハートありがとう。何から食べよう、やっぱりヨーグルトかな。私これ結構なんかこのヨーグルトがあのちょっとさ、なんていうんだろう、ギリシャヨーグルトっぽい感じ、なんだろう、すごいなんかあのなんていうんだろうね、ギリシャヨーグルトっぽい感じ、結構なんだろう、濃厚、こういうヨーグルト結構好きなんですよ。かわいい、嬉しい。固め、そう固め。タンパク質が 10g も入ってる。すごいよね、ヨーグルトに。わかる、そうクリームチーズっぽい感じ。やつだ、ありがとう。美味しいよね。私はブルーベリーも好きです。でも
やっぱりいちご派が、あ、でもどっちだろう、ブルーベリーも好きだ。うん、あと、ありがとう。うん、ブルーベリーミニいちご、わかる、美味しいよね。やっちたありがとう。今日の髪型なんだと思いますか、みんな来てね。髪型いやまだ決めてないけど、これにしようかなっていうのは決めてるけど、みんな何がいいと思う、ポニテ。うん、ブルーベリー派わかる。でも迷う、迷う、高めついてく。うん、宮司圭さん今日も嬉しいってくれて、誰もありがとう。みんな聞いて難しい。茶色見える、本当？高めのサイズ、ああなるほどね、確かに。うん、何がいいかな、何がいいかな。うん、一番星ももちろうさん、ハートありがとう。うん、どうしよう、2部あるからね。でも変える時間があるかなって思うんだけど、いわちゃんありがとう。マトペガミも好き。あ、確かにマトペガミもいいよね、もし変える時間があったら。まあ2回できるんだけど、ツインの衣装、お、ハーフツインかな、ハーフ高めツイン星になっちゃった。あとありがとう、オネピータンかっこいい、ありがとう。編み込みいいね。え、どうしよう、迷うな。ついにやっちゃおうかな、どうしよう。お団子もいいね、確かに迷っちゃう。めっちゃ高いツイン、ツインもいいよね。私結構最近普通のおろし、もうただストレートのなんか自然な、新鮮、自然な感じでいいかなと思って、最近思い始めました。ストレートもいいなみたいな。そうだからストレートもしてみたいなって思うんだけど、でもちょっとね遊んでみたいんよ髪の毛で、そう、いろいろ試してみたいよね。うん、サポーターさんだこ、誰もありがとう。なんかねむずいな、今日も一日頑張る。え、嬉しい、頑張って、日曜お疲れ。先輩がしていた髪、あーなるほどね、クール感、エルトさんありがとう。でもね、なんだろう、三つ編みも今度やりたいなって思ってるよね。あかりさんみたいな三つ編み、意外とそうなんよ。ストレート、サイドポニーもいいね。髪で遊べない
詳しくてありがとう。あかりさんといえば三つ編みの印象があるんだけど、私だけ？じゃあ次はパイナップルを食べようか。そう、配信ないからね。サイヤンさんも言ってた。サイヤンさん、三つ編みが似合いすぎて、もう本当に羨ましいです。三つ編みが似合う女の子っていいよね。今日ね、なぜか知らないけどね、夢でね、急に夢の話、今日夢でね、なんか女優のメルズさんが出てきたよ。もう面白い、急に夢の話。ハートありがとう。パイナップルが開けれないかな。そう、メルズさんが出てきて、好きなのかな。うん、三つ編み、ハリアチュ、やっぱさ、三つ編みもね、いつかやってみたいなと思う。じゃあみんなでちょっとアンケートしよう。なかなか夢出てくる。リエチューの愛が、リエチューのスキルがまだ足りないんだよ。僕隊のパジャマの人、お、それはそれは楽しみですね。偉いですよ。え、わかんない、なんかたまにさ、なんかたまになんかね出てくるよね有名人の方が。ハートありがとう。ちょっとアンケートしてるね。1番が三つ編みで、2番がツインテール、3番がサイドポニー。ちょっとアンケートしますね。1番がなんだっけ、三つ編み、2番がサイド、あ違う、2番がツインテール、3番があのなんだっけ、サイドポニーだ。1番が三つ編み、そう、1番三つ編みにツインテールさん、サイドポニーありがとう。全部投げたらダメだよ悩む？寒くなってきちゃった。あと10秒。うん、え、待って、結果が分かんない。結果どうやって見、あ、2番のなんだっけ、2番、2番なんだっけ、ツイン来ました。じゃ今日1部か2部どっちかツインやりたいと思います。ツインテール、めいちゃん、おはよう。
確かにツインテールもいろいろあるよね。え、そっか、それでもさアンケートしよっか。真鍋さん、本当ありがとう。ある、え、嬉しい、お待ちしてます。6時間大変。カズさん楽しみ、ハート。ゆきちさん、ハートありがとう、ありがちゅう。もっくん、むしろさん、ありがとう。ついについに来たね、うまい。じゃあ、丸一がコロネツイン、巻き巻きのコロネツイン、丸一コロネツインで、丸二がストレートツイン、丸三がもう下、ここら辺で、ここら辺でやるストレートツイン、丸一がコロネツイン、丸二が高めストレートツイン、ストレート、3番が一番下で、なんかこれ研究生時代のツインテール。あ、ハーフツインもあったね。 4番ハーフツイン、ちょっと待ってください。 4番ちょっとハーフツイン入れます。多分ハーフツインの方もいたと思うから、4番ハーフツイン。エビ様ありがとう。1番コロネ、2ストレート、高めストレート、3表面ツイン、4番が、ハーフツイン。あの、そうなんよ、この巻きコロネっていう、めっちゃ迷うよ。1番コロネ、2ストレート、3低めツイン、4番ハーフツイン。お、お、おー、なんだろう、なんだろう、すごいいろいろ飛んでるけど、なんだろう、なんだろうな。なんだろう、なんだろうな。でも4もね、多い気がしてきた。気のせいかな。チョココロネ、わかる。私最近コロネ食べてない。お、寒い。今エアコン何度だ？あ、でも26度でした。意外と正常。あと10秒。終わったんですけど、1と2が微妙に違うんよ。29.2% と 29.1%。 ちょっとね、1と2でもう一回やろうかな。ハーフツインも多かった、めっちゃ。そうだから多分ハーフツインと低めツインに投票した方も合わせてもう一回挑戦。1番がコロネ、このくるくる巻きのツインで、2番がストレートツイン。決選投票いきます。1番コロネって言ったかな、私。あれ、これ、よし、来た。3番が消えない。
れ3番が消えないよ、みんな助けて。みんな3には投票しないでね、ちょっと3が消えなくてね。1番がコロネで2番がストレートツイン、そう3番は無投票で。キヌさんハート、そう2部でね、1部はもう清楚でいきたいですね。一部はストレートもいいなと思ったんよね。寒い寒い、飛んでる、飛ばさないで。はじめまして、はじめまして。そうだよ、赤が飛んでる、ダメだよ。寒い寒い。じゃあそろそろ締め切りたいと思います。あ、寒い、フルーツ食べたところから布団がいる。はい、お2でした。2が圧倒的、圧倒的、まあ圧倒的。2番はストレートか、ストレートのストレートツインです。じゃあ2部はね、ストレートツインでいきたいと思いますね。ハート、ありがとう。夏の3番もある。しかも 14% ぐらい入ってる。3番も頑張った。頑張んなくていいよ、3番は。よし、寒い、寒い。ちょっと。冷凍パイナップルだって寒くなっちゃった。あーすごい、家ちょっとね、心配なんですけど、バレたらやばいかも。バレないで来るんだよ。バレないでこっそりリア充してください。こっそりリア充に会いに来てください。リアピョン大会に、え、本当ですか。公平たん、本当ですか。道とも1番、確かに夢中。おはよう。お、嬉しい、おっさん嬉しい。待ってます、最前列。おお、すごいですね。ハート、はい、あ、小平さんハートありがとう。そう、カナパン、そうツインかぶりしないと見ます。見えずにやつ、え、嬉しい。おはようございます。おはよう、大ちゃん。おはようございます。おはよう。なんか、寒いな。26度ってこんな寒かったっけ？26度寒いかな？私ね、昨日ね、エアコンを19度ぐらいにしたんよ。帰って、ちょっと部屋がちょっと暑くて。エアコン19度にして、お風呂に入ったんよ。で、めっちゃ使ってて、出たらもう激寒で死にそうだった。やっぱり本当にエアコンはね、なんかたまにさ、エアコン効きすぎるとことさ、なんかあまり効かないとこがあるじゃん。だからね、暑いよりマシかなと思ってさ、19度にしたいの。そしたらもう激寒でしたもん。これもう本当に冷える。今日は2部、え、嬉しい。梅さんありがとう。おのびーたん、おのびさんありがとう。もう本当にね、寒すぎてもうリア充凍りました。寒い。よし、これはちょっとみんなにおすすめのこれ食べたいと思います。豆腐がスイーツバーが当初からっていうやつなんですけど、外が涼しいと26でも寒い時あるね、すごい。昨日ね、涼しかった。
雨がちょっと降ってたからかな、あんまよくなかった。僕対抗や少しは緊張して、確かにちょっと私の今回の目標は MC 頑張ることですね。 MC 頑張ろうと思います。初見ですやっほー、やジャックさん NDC 来てくれてありがとう。胃袋お揃いにぜひ豆腐スイーツがどうしよう。売ってるとことね、売ってないとこがあるからね。みやちゅに煽られたい、煽られたい。センター、え、嬉しいだけ。売れトマト。のりさん、あとクマパスさん、ありがとう。これ食べてリハも頑張っていきたいと思います。のりさん、ありがとう。試験です。ちょっとね、ちょっと食べてみたい。懐かしい、これ本当にね、ずっとこれ毎日食べようと思ってくらい美味しくて、でも広島にちょっと消えちゃったから悲しかったけど、東京にあって、濃厚、なんか豆腐感が薄れた、気のせいかな。なんだろう、うん、うん、いや、ちょっと胃袋そろ、みんな胃袋そろ報告待ってるね。ハッシュタグリアチュイムじゃない通販とかで、確かに買えそうだよね。でも昨日も売れとまってみたい面白いねあ、そうなんですよ。いや、私あのサンヤさんの配信を一昨日かな見てて、ウレトマトのことについて話してて、ちょっと嬉しかった。うん、うん、うん、食べかけ汚い美味しい。これはね、ちょっと僕対終わった後にも食べたい。え、そう、ポテトサラダ、お、美味しかった。ポテトサラダ明太子美味しかったね。あれも好きなんよ私、明太子好きの方は本当に食べてみるといいよ。野菜スープめっちゃヘルシーだね。ヘルシー、いいね。お弁当、お弁当待っていてください。面倒見も本当にお優しい方。紙のパックのコーヒー好きですか、ウリから。私ね、コーヒーあんま買わないよね、お店とかで。トマトなの買っていて。そうそう。ウリトマトって言えない。そう、ウリトマトは私だよ。ポテトサラダ好きだから何度も。お、美味しいよね、あれ。完全、飯から。え、なんか。聞いたことあるんだけどね。紅茶、紅茶おしゃれだね。私ね、味覚がまだ子供なんだよ。紅茶飲めないよ。紅茶飲めないよ。うん、うん、うん、濃厚。濃厚なのにヘルシーって最高すぎない？朝の摂取脂質、私ね結構脂質気にしてて、カロリーっていうより脂質気にしてて、結構人によってさ、もうなんか取ると脂質取ると太っちゃったり、塩分食べ過ぎると太っちゃったり、糖質取りすぎると太っちゃったりって人それぞれあるんだけどね、私は結構脂質と塩分取りすぎると太っちゃう体質なのよ。リンゴジュース、あ、バレた、なんで知ってるのすごい、ゴーナさん飲めない、え、そうなんだ、 PFC バランス。そう、今日の脂質は、朝の脂質は
2.3g です。これが脂質ゼロで、これも脂質ゼロで、これも、これは脂質 0.1g、 パイナップルは。これは脂質 2.2g ですね。だから 2.3g、 結構いい感じ。大体朝はさ、パンとかご飯とか食べちゃうとさ、そう食べちゃうとさ、結構もう脂質で結構いっちゃうよね。ヨーグルトはオイコスだよね。オイコスは脂質もないし、タンパク質もあるし、私も脂質、脂質ね、結構。でもさ、一回脂質を1日 10g ってしようとしたんだけど、難しい。脂質 10g、 カップ麺すごい朝から食べれるんだ。米めっちゃいいじゃんって思うんだ。だよね、ほんと。いいじゃんって思うんだ。脂質制限必要ね。大悟さんありがとう。なんかもう、だから脂質制限してるときは和菓子食べたりしてた。夜ご飯の、でも大体かも。大体何グラムみたいな。でもね、そう、そのダイエット期間、夜とかお家のご飯食べること少なくてね、あのコンビニとかで買ったご飯食べること多くて、夜はたまま、レッスンがあったりだとかしたら、だからその時はまあカロリー表示とか栄養表示が書いてあるから計算しやすいんだけどね。管理栄養士慣れちゃうかも。慣れちゃう。 P13 から20。へえ、何じゃ、ちょっと復習しとこう。プロテインの裏見たら 0.5。 お、いいね、 0.5 ヘルシー。もっくん、寺月さん、ありがとう。うれしい。レトマト配信は9時までします。集合に間に合うようにね。アヌビだけこうしてどうしようかな。アヌビなんか家のこともっと好きに言ってくれたらいいよ。でも今は豆乳。お風呂は入りましたよ、昨日の夜。よしくたん、ハートありがとう。昨日の夜というかもう1時ぐらいでした。長湯してた。ハートありがとう。ブリアさんにおはよう、はじめまして。確かにリハするか実質参考やないよ。よしくたん、ひーちゃんありがとう。ちょっと動画見直したりしなきゃ。リハでね、振りの確認とかできないからな。ヘリシャね、緑茶いいよね。みなちゃん、え、嬉しい。シミヤン、シミヤンさん、レトマト、ひーちゃん、ありがとう。くしゃみが出そうだった。みんなお昼ご飯何食べるんですか。東京でおすすめのお土産とかご飯とかあったら教えてください。お土産とかさ、今日買って帰りたい。文庫断面、ブラックコーヒー、あ、そうなんだ。まあね、確かにそうだった気がする。
でも私ブラックコーヒー飲めないんよ。カフェラテなら飲めります。でもカフェラテになっちゃうと脂質がね。東京バナナシェイクシャック、シェイクシャック、奥さんに合わせて回らん、回らんだ、回らんだ。お土産、お土産ね、家族にごま玉、あ、なんか見たことある。ありがとうございます。そんなことなー、インゲン豆なー、インゲン、ひよこ、ひよこ好き、私めっちゃ好き、ひよこ。脂質がないんよ、ひよこ。そっちかい。ひよこね、え、でも普通に甘くて生地が好き、優しい感じ。雷おこし今日ある、確かにね、あるといいね。でもなんかなさそうな気がする、夜とか時間的に。広島石原裕次郎さん、ありがとう。でも結婚せ、ちょっと。ひよこはどこから？え、ひよこは、でも気分かもしれないけど、お尻からかな。ハトサブレ、あ、なんか聞いたことあるかも。ハトサブレ、ちょっと買ってみますね、ちょっとお土産。ちょっといろいろね、ちょっと時間あるかなって思うんだけど、あ、ない気がする。ない気がするな。お、見てる、嬉しい。東京バナナ、おい、やっぱり有名だよね。東京駅のベスチーヌ、気になるな。でもなんかゆっくりしてる暇あんまりなさそう。公演終わって、でも家族に何か買いたい。そう、奥さんとねお食事行かせていただきました。本当にもう私結構もう本当に頑張れる気がします。そう、奥さんパワーで。東京駅のグランスタ東京に自分で焼く、自分で焼くハンバーグ絶対美味しい。自分で焼くのがね結局一番美味しいのよ。自分であんね作ったりね。芋ようかんもよ、確かに。チューさん、お、行くよ。ぴょんぴょんたんぴょんぴょんたん、東京に住んでくれそう。今日も会えるチューさん、え、うれちちいだけ、うれしいだけ。ちょっとクルさんに、ね、学びました。うれしいだけ、私はうれトマトって覚えてください。私はうれトマト。ぴょんぴょんちゃんと会えるの？うれしトマト。あきらさん、ほおずきさん、ありがとう。え、そうなんよ。今日もまたね、広島まで帰るんよ。今日もね、泊まりだと思って、そう。今日泊まってまたそのまま大阪じゃない、岡山行くかなと思ったら、一回ね広島帰って、そうで、また明日岡山行って、ですぐ広島帰って、お話しバタバタ、お、美味しいよね。ぴょんぴょん、はーい、楽しみ、会えるの。かのさん、ありがとう。お土産、バームクーヘンの実、夢中投資さ、嬉しい。なんでトマト、なんでトマト、それはさせてください。人形焼き、売れトマト、カンパネラ、なんか聞いたことあるかも。体調、嬉しい。三浦みのるさん、そう、止まらないんよ今日。愛してる、忙しい時、頑張る、頑張るだけ、なんか無理ある、頑張るだけって無理あるくない。頑張るだけ、頑張ります。大吉さん、ハートありがとう。ありがとう、マト。もっかハートありがとう。可能性 10%? 奥さんパワーでだね。みんなも今日来てくれるし、みんなのパワーで頑張っちゃう。頑張りやちゅう。フルーツを使って出てる、なんだっけ、あったよね、地下に、東京駅の地下にさ、メロンパンさん、ハートありがとう。頑張りやちゅう。みんなも頑張りやちゅう。楽しみ、みんなと会えるの楽しみ。頑張ったけ、頑張ったけ。
リッチャードさん、だるま、ありがとう、ありがとう、また。今日の飲み物はトマトジュース。乾杯。マカロン好き、マカロン好き。ハートありがとう、ひろきくん。はじめまして。マカロン好きよ。でもね、マカロンでもあんま食べないかも。広島、石原ゆでちゃんさん、ありがとう。マカロン好きだな。でもね、あんま食べないから。今日は本当に楽しみすぎて夜しか寝れない。みんなもね、東京まで気をつけてね。みんなは泊まりかな、泊まりで来てくださるのかな、それとも東京住みの方とかが多いのかな。結構明日、あ、でも明日祝日だから休みの方多いのかな。でもね、祝日でもね、お仕事の方がね、たくさんいる。でね、頑張るぬはいい？え、見てない。ちょっと気になる NMB さんは、私のね、あの方が好きなんですよ。めっちゃ可愛い。名前が沖さんの卒婚に来ていらっしゃった方が好き。デイスリーさん、お、いいな、東京住みの方。あ、そう、みかにゃんです。みかにゃんさん、みかにゃんさんです。そう、好きなんよ。そうなんよ。めっちゃ、もう本当に美って感じじゃないですか。もう本当に、もう本当にもう美って感じで、もう美しすぎて、もうやばいです。本当にもう可愛すぎます。おかしくなっちゃう、もう可愛すぎて。なんだろう、もう女神様って感じ。なんだろう、もう全部完璧みたいな。もう全部、結構私のタイプですね。あとちょっと、あと9時までなので、あとちょっとレガンジャー見ますね。今日はありがとね、みんな。今日もね、楽しみに。この前握手、お、握手したんだ、いいな。ピンク、そうなんだ。朝配信だ、え、嬉しい。あ、なんかエアコン、え、聞いてないよね。なんか怖い。昨日お星さんの配信、送れる気持ちよく、そうなんよ、もう悲しすぎましたもん。でも本当に、もう本当に幸せすぎて、もうリア中幸せ、もう幸せでした。お、フォローしました、嬉しい。お、沖さんの舞台一人芝居って昨日ご飯食べながら話してた。舞台の大変ですかとか。舞台ね、見たかったんですけどね、チケットがね全部売り切れてるらしくて。すごい。いろはさん、ハートありがとう。お、沖さん見てきました。ハートありがとう。リア中そう、座席ね。あ、そうなんだ。何席ぐらいなのかな、キャパシティ。あなただけがキャパシティ。ハートありがとう。リア中みたいな泣くね。そうなんよ。泣く、泣いてください。沖さん大変。あ、そう、りょうさんありがとう。お、一人芝居、嬉しい。いいな。あ、25人だった。
もうパンパンなのだ。で、続きがまして、あなたのチェンジャーチェ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 。夢の水族館は人影も少なくなって、おはにょんリアちゃん、おはにょん、ちょっとリアちゃんお腹いっぱい、やばい、どうしよう、食べ過ぎちゃった。最後の豆腐バーでやられちゃいました。お腹が結構、リハこれで頑張ります。皆さんのパワーと今日もね、ぜひ聞いてくださる皆さん、リア中コールお待ちしてます。リア中、うわ、嬉しい、あと助かります。リアさん、ユージコージ中さん、ありがとう。皆さん、ぜひリア中コールお待ちしてます。そう、結構お腹いっぱい、やばい、パイナップル、ヨーグルト、結構今日もね、リハで動くからね、リハでいつもお腹すいちゃうよね、動きすぎて。10時11時ぐらいにはもうお腹すいちゃう、動いたらね。動かなかったら全然お腹少ないんだけどね。お、嬉しい、夜決まり、みんな楽しみ、ハートありがとう。ぜひぜひ結婚して、いやでもな、 DD だからな。リオさん、タコありがとう、タコありがとう、ありがとう、あ、変なこと言っちゃった、ありがとう、ありがとう。今日行けないけどアルファフェス見に行きます。お、ブレーシータケ、ゆでトマト、タカパパピョン、ありがとう。おはよう、おはよう。今日はぜひブチブチです、レッツゴール頑張る、嬉しい。ぜひ皆さん、リアチュー推しじゃないかと思う。リアチュー推しじゃないかも、変だな、リアチュー推しじゃない、リアチュー、リアチュー推しじゃないかと思う、リアチューから待ってます。リアチュー推しじゃない方はリアチュー推しのコールはしない、リアチューコールじゃない方もコール待ってます。よろしくマンモス、よろしくマンモス、よろしく、よろしくね。僕たえ楽しみ、やばい、嬉しい。リア中、リア中推しじゃない方もリア版、リア中からワンズしてます。ぜひたくさんペンライト持ってね、夢中。おはよう、おはよう。ぜひ今日来てくださると嬉しいです。配信がない、そうなんよ、配信がない。自己紹介もね、嬉しい。ちゃんとリアちゃん、あー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 、もう知らない、栃木県もない。お、栃木県でも、え、嘘、栃木県、あ、あ、あ、リアちゃんおはよう、公演配信、いとしい。ワンピース見たことないな、東京からやってんの、大変、当日受験、当日圧いっぱいお願いいたします。もう圧しか送りませんよ、もう本当に。そう、沖さんとそろそろ団地を見ますね。今日みんなに会えるの楽しみ、スタンディングもありますよ、楽しみだよ、みんなに会えるの。13位から読みます。13位、タカポパピョン、ありがとう。パチ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 、あー変わっちゃった、
13位ひーちゃんありがとう、パチ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 。12位ゆずきちさん、ゆずきちさんパチ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 。11位やちさん、ゆしさんありがとうございます、パチパチパチ。10位まなべさんありがとうございます、パチパチパチ。9位たくぽぽぴょんありがとうございます、パチ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 。8位たーのさん、たのさんパチ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 。7位石原ゆずのさん、パチ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 。6位よのぴーたん、パチ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 。5位いよちゃん、いよちゃんさんありがとう、パチパチパチ。4位いやすけさん、パチ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 。3位三本の湯のサポーターさんありがとう、パチパチパチ。2位りょさんありがとう、パチ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 。そして1位はエムズズさんです、ありがとう、パチパチパチ。ありがとう、え、見て、メロンパンさん、お、ありがとう、ハードクマちゃん、ありがクマ、タカポパピョン、誰もありがとう、リュさん、みんなありがとう、配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。僕隊公演ぜひ皆さんお待ちしてます、楽しみ、みんな気をつけて来てください、気をつけて、東京公演気をつけていらしてくださいね、と気をつけて来てね、みんな攻撃を楽しみ楽しみ、気をつけてください、気をつけて来てね。じゃあまたね、すごいこと嬉しい、ありがとう、攻撃頑張って、ありがとう、みんなのおかげで頑張れる、嬉しい、ありがとう、バイバイ。